平松里氏は日本の競馬ジャーナリスト、ターフライター。ターフライターとしては平松里氏名義で活動している、東京都出身。小学校の時に父親が競馬好きだったことと、廃成功ブームが起こったことも手伝って競馬に興味を持つ。父から譲られた中央競馬のすべてというパンフレットを読破したという。 本格的に競馬を見るようになったのは1970年代、後半の TTG 時代からである。高校を卒業して、競争馬の獣医を志望して、日本大学農獣医学部に入学したが、一年保たずに中途退学。その後、競馬専門誌の研州ニュースに就職し、営業部社員となる。平松本人によれば、自分が、 中型オートバイ免許を所持していたから採用されたと考えているという。平松は、京州ニュースの営業職を務めながら、関西競馬のレースのビデオを知人から送ってもらい、東西競馬の研究にも熱心であった。しかしながら、営業職に嫌気が差し始めていた頃、京州ニュースのメイン予想家であった、大川慶次郎から、関西馬の第一ルビーが、関東初健算となった。 サンスポ賞ョを4歳品馬特別に出走してきた際、平松は大川からこの馬はどんな馬なのかと質問され、大川にレクチャーした。それがきっかけとなり、大川に気に入られて、付き人のような形になる。その後に京州ニュース編集部から声がかかり、営業職からトラックマンへ転校することになる。トラックマン時代には京州ニュース本誌に、 サトシのびっくり馬剣術と題する予想コラムも担当、関西版本誌予想も務めるなど10年間、トラックマンとして、ミホトレーニングセンター、リットトレーニングセンターなどの取材活動を行う。1992年に、ドクター・デビアスが制覇した、エプソムダービーをライブ観戦してからは日本だけでなく、海外競馬も取材対象とし、1997年に独立して、 フリーのターフライターになった後は、日本馬の遠征をメインに、海外取材も精力的に展開。待機シャトルのジャックル・マロア小制派を皮切りに、日本馬の海外 GI 制覇のほとんどはライブで目にしていることを密かな誇りとしている。現在は、スポーツグラフィックナンバーなどスポーツ雑誌、新聞などでコラムを寄稿したり、著書を数多く出版するなど幅広い活動を展開している。 ありがとうございます。